アンデッドモンスターたちがすでに倒されている。ああ、カシェルさんも来られましたか。そちらのお二人はパーティーの方ですね。新緑の杖、こいつ緑魔導士か。バカス、せっかく隠蔽しても新調した装備で手の内丸分かりっす。ふん。どうやらこの大扉の奥に国霊騎士はいるようですよ。先にどちらが討伐するかの勝負だったのに、わざわざ待っていてくれたのかい。それでなんだ。やっぱり自分一人じゃ倒せそうにないから俺たちと協力したいってか。違いますよ。もちろん勝負は勝たせてもらいます。ただ国霊騎士との戦闘を邪魔してもらっては困るんです。先輩方の狙いは俺でしょ。今ここで相手になりますよ。旦那、こいつも俺たちのこと知ってやがるっす。知ってなおソロで来る意味がわからないが、ギルドにでも雇われたのかい。それともラジたちの賞金目当てか。道理で隠蔽のスキルランクが高いはずだ。新人を装った賞金稼ぎか。賞金？こいつら賞金首だったのか。状況に変わりはありません。へいへい、そうだね。なーに、ただの巡り合わせだ。てか最初に突っかかってきたのはお前だろ。ビビってばかりのそこのデカブツ、早くかかってこいよ。俺がビビりだと。魔導士風情が嘘つくんじゃねえ。ラジ、挑発に乗るな。貴様何をした。 D 級緑魔法マッドバイン。この魔法は足場を底なしの泥沼に変え、相手の機動力を奪う。それだけではない。これはスキル隠蔽。発動の遅いマッドバインドをあらかじめ仕掛けておき、隠蔽のスキルで隠していたのか。あ、足の隠蔽察知にも引っかからなかったっすよ。くそ、こんな泥沼程度俺の筋力があれば。ウィンド、悪いが足はお先に失礼しやすよ。てめえ逃げるんじゃねえ。その新人さんはなんかやべえ。タッシの本能がそう言ってるんすよ。あなた様、リムルの逃走、カシェルは数秒でこちらに到達します。ああ、分かってる。想定済みだ。来いクロト、奴を逃がすな。クロトがブルースライムから進化したスライムクラトニア、その称号は喰らい尽くすもの。なんすかこのスライム。こんなの知らないっすよ。今日はこのくらいにしておくか。え、どうした。まさか今の戦いでダメージを。あなた様違います。クロトは進化しようとしているのです。スライムグラトニア、数百年前に水国トラージを半壊にまで追い込んだ純魔王級の伝説のモンスターです。スライムグラトニア、すげえなクロト。ま、耐久81じゃこんなもんか。起きるかん。カセル、このスライムは俺だ。お前だけは胸を借りるぞ、カセル先輩。強すぎモンスターを討伐するより手っ取り早く経験値を稼いでレベルを上げるために新人狩りしてたとは。とんでもねえな。後できっちりギルドに突き出してやれ。これで準備運動は終わりましたね。